皆さんこんにちは、キリアです。 A 列車で行こう、続きをプレイしていきたいと思います。さあこちら、前回この遊園地の入り口にお化け屋敷を建ててしまうというそんな、そんなミスがありましたが、この入り口の目の前に置いてしまったお化け屋敷を撤去できないという話をしました。コメント欄でですね、このお化け屋敷を撤去しちゃうと、この隣に立っているこの売店と、そして下にある駐車場、これがこの遊園地から離れてしまうからできなくなるんじゃないかという、そんなコメントをいただきまして、確かにそうだなと。なので今そうだ、ここに何か作れば、この位置に何か施設を作れば、このお化け屋敷を壊せるようになるのかな。ちょっとそしたらこれで何か安いので広場でも作るか。こちらに広場を作ってみましょうか。これで決定。よし、これで、こちらの施設撤去で、あ、いけるいけるいける。今までこの赤かったのが普通の色になってますね。消せる。よし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 。いや、本当ありがとうございました。こちら、繋がらなくなる施設ができるから消せなかったのか。なるほど。そしたらこれ、でもどうするかな？今これ、あんまり今お金使いたくないんですよね。で、ここの遊園地ですけども、ちゃんとしっかりと作り直そうとするなら、ここら辺にこう道路を、舗装道路を敷いて、こう繋いで、そしてバス停、今ここにあるバス停をこっち側に置きたいんですよね。ここにバス停を置いて、そしてここからまっすぐ遊園地の方に入れるようにする。で、今こう横にあるこの駐車場をこう縦に置く。縦に置いて、入り口のところに縦に置いておけばそんなに不自然な感じじゃないですもんね。で、このお化け屋敷とかも、まあこの辺とかに、こっちの方とかに置いたりするみたいな感じで考えているんですけど、そこら辺をちょっと今いっぺんにやろうとすると相当お金がかかりそうなので、とりあえず今このままでいっかせっかくこうお化け屋敷作ったので、これを消してしまうよりはとりあえずこのまんまにして、で後で、いつかお金が貯まってこの遊園地大改築するときに、こっちまで道路敷いて、入り口のところに駐車場を作ったりとか、そんな感じで形を整えるときに全部しっかり作り直すという感じにしましょうか。今のところはこのままバス停から降りた人がこの民家の脇を通り抜けて、そしてこっちに入っていくという、このままでいきましょう。で、あと前回秘書の話であった線路を伸ばすのと、あとブランド力を上げるという秘書の提案がありましたけど、ブランド力を上げるのがこちらのテレビコマーシャルですね。こちらで知名度を向上させてブランド力を上げるなんですが、これが計画費用10億円10億7880万円かかるというので、これのお金も貯めないといけない。で、今こちら4月で、来月の末に税金の支払いもあるんですよね、15億円くらい。で、それプラスここの線路の延長もしたいのと、テレビコマーシャルも打たないといけない。しかもこれテレビコマーシャル1回で一気にブランド力上がりきるかどうかもわからないし、このブランド力というのが他に上げる術が何かあるのかな。あ、株式の公開とかあるのか。そっか、株式公開か。株式公開すれば結構まとまったお金が手に入る。これか、株式公開。株式公開するためには条件があって、純資産31億円以上、利益剰余金6億円以上、そして黒字決算連続2年以上というのがあるんですが、このうち純資産と黒字決算は今満たしているんですね。そしてあと足りないのが利益剰余金6億円以上。あ、これか、利益剰余金、今マイナス6億マイナス6億これをプラス6億にしないといけないのか。あ、でも去年1968年は十何億円かプラスになってるぞ。あ、そうか、これ日数進めて利益を生んでいけばこれプラスになるかな。ちょっとこれそのまま進めてみましょうか。今これ20億円ぐらい貯まったら線路を伸ばそうという話を前回しましたけど、税金で15億円ぐらい払わないといけないので、これまとまったお金がやっぱり必要ですよね。そうなると株式公開が近道か。さあ、こちら今広場が完成しました。遊園地の広場が完成して、あ、そして利益剰余金5億3000万になってる。あ、これ結構たまりやすい。今ここまで進めて1週間ぐらいで売上総利益1億6000万超えてますもんね。そしたらこれ6億円までプラス6億円になるまで進めていくか。これで株式公開してまとまったお金が集まってから線路を伸ばした方が多分いいですよね。
さあ、ここでイベント。お、こんにちは、松島さん。バッティングセンターでお会いするとは珍しいですね。お、バッティングセンター来てるんだ。こんにちは、たまには運動しようと思って。瀬戸内さんもですか。あ、そしてこの人は時々来ている。へえ。最近は役所内でもちょっとしたブームです。ただ今日は少し事情が。お、泉が突然野球のしたい、野球の試合がしたいと言い出しまして。前回言ってましたね。野球を見たこともないんだけど試合をしたい。それは難しいからと説得して連れてきたんです。まあそうですね。あ、でもこれバッティングセンターならいいんじゃないですか。この前うちの会社でも言ってたやつだ。道後さんも来ている。お、うん、これ難しいですわね。ずっと打ち続けているんです。せめて一度打つまでは帰れないと。なかなか難しいですよね、これ初心者で初めてでバッティングセンターで打つというのは。その気持ちわかります、私もひたっぴですから。そういえば瀬戸内さんはよく来てるんでしたっけ。何かアドバイスをもらえませんか。アドバイスですか。私もそこまで上手なわけではありませんが。そうですね、嫌な相手の顔を思い浮かべながら振り切るようにしている。爽快で気持ちいいですよ。ボールをよく見るとかそういう話ではなくて、嫌な相手の顔を思い浮かべる。そうなんですね、ありがとうございます。誰の顔なのかは聞かないでおこう。はい、そんな感じで、これいつかイベント進んだらみんなで野球するとかそういうイベントもあるのかな。ただ登場人物の人数が足りないか。今これどうだろう、社内で自分入れて 1,2,3,4 人ぐらいで、役所のメンバーで 5,6、証券会社の人で7、銀行の人で8、あともう一人誰かいたっけな。あ、社長さんもいたか。社長さんもいていて全部で9人いるぞ。9人集まる。あとは相手チームを、どこから連れてくれば一応試合はできるのか。さあ、こちら現在1ヶ月経ちまして5月1日、ここで利益剰余金がプラス8732万円になりました。1ヶ月で6億円ぐらい稼いでますね。そしたらこれでまた時間進めて、またあと1ヶ月経てば株式公開いけるか。おっと、これで6億円超えましたね。利益剰余金6億9028万円。よし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 、来たぞ。そしたらこちらプランで、こちら行きましょうか、株式公開。ではこちら行ってみましょう。これで株式公開まであと120日、だいぶ時間はかかりますが、ただもうここまで来たらお金どんどん使っていきましょうか。今月5月31日に15億円くらいの税金の支払いがありますが、あと22億円くらい使えるので、そしたらもうこちら早速こちらの軽トレイン球場前駅から線路を伸ばしてこちらの役所までつなげましょうか。向こうの都市街の方とつなげるには多分相当お金がかかりそうなので、まずは役所の方とつなげる。まずはこちらの駅を改築する。こちらをホーム数3本にして、これで決定。ここは工事もなく一気に改築完了ですね。そしたらこれでここから線路を伸ばしていくわけですが、この辺をガーッと全部壊していくことになる。ちょっと街の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、こんな感じで伸ばしていって、この南北線と一緒にしたいんですよね。南北線の終点をこの役所の方にして、そしてこちらの北の都市街の方と隣町とつなげるのは、またここはここだけの路線で、今度はこの軽トレイン球場前駅を終点にした駅にする。こうすることで、北とか、西の方の隣町からやってきた観光客が、ここの軽トレイン球場前駅で降りてここら辺の軽スターとか軽スターパークに行ってもいいですし、向こうの神社の方に行きたいときはここの軽トレイン球場前駅で乗り換える必要があるので、これで利用客数を増やしていくという感じで、ちょっとやっていきましょうか。なので、まずここら辺の接続も変えないといけないんですよね。先にこっちやっちゃうか。ここからこうしてこうする。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、その前に役所に行って行政施策を見てみましょうか。行政施策で、あ、地上線路建設2キロ以上で土地価格 70% 補助、これを受けましょうか。こちらの行政施策を受ける。よし、そしたらこれでまずはこの新しい路線を新しいホームとつなげる。そして
南北線の左側で入ってきた線路は、これはもうこっち入ってこの2番目のホームに入ってくるようになる。そしたらここら辺の、このレーンがいらなくなるんですけど、まあ別に撤去するのにもお金かかるからこのままでいっか、こんな感じにしておく。でこれで南北線の線路、今まで左から2つ使っていましたけど、今度は右2つを使っていくようになる。ちょうどこのホームの右側のホームが、両方とも南北線が走るということですね。で左側のホームは北の方のロス、新しい路線につなげる。で今はまずは、こちらの南北線を伸ばしていきましょうか。うん、であとここら辺どこに駅を作るかですけど、先に駅作るか。こちら役所に作る駅、ターミナル駅。お金1億5000万かかるけど、ターミナル駅を作るならこっち側の方がいいのか。道路に面した、ここが駅舎ですもんね。道路に面した方に駅舎を作るならこうするべきか。ここにターミナル駅を作りましょう。ホームの数1で、ホームの長さは5マスで、これで決定。そしてこちらと線路をつなげるために、ここの線路をまず伸ばしていく必要があるか。で、ここの資材置き場。以前仮に置いていた資材置き場ですけど、これももう撤去するときが来ましたね。ちょっとこの溜まっている資材が無駄になっちゃうけど、こちらを削除する。そしてここから、こう伸ばす。これで、6億6000万。で土地価格が4億8600万かかりますが、これの何割かは戻ってくる形。これで OK ですよね。これで決定。でさらにここも、こんな感じで、こんな感じか、ここは終点なので、こんな感じでこれで決定。4億8000万かかって、お、これで、自宅案件を達成、支給額、2億いくら、よし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 。もうこの時点で支給額決まっちゃうのか。そしたらここもできるだけ北に伸ばしておこうかなと思ったけど、今やってもその分は支給されないのかな。うん、まあここに資材置き場1個残ってるし、とりあえず残しておくか。こんな感じで南北線をこの新しい駅のところまでつなげておく。でひとまず向こうの駅が完成するまではここで折り返さないといけないので、あー、ここから繋げられないんだ。そしたらちょっと待って、ここは一回消しておくか。んでこうする必要がある。こうしてちょっとかなりごちゃごちゃした形になっちゃったけど、これで、現在走っているこの南北、あ、南北線がすごい満員か。南北線そうだな、これ少し増やすか。この東西線点と行きが1個余ってるし、まず南北線の運行計画をこちらのポイントで曲がって、この軽トレイン球場前駅の2番目のホームに来るようにする。そしてここで折り返す形にして、このポイントをさらに曲がる。これで右側の線路にやってきて、あとは一緒か。そしたらこの南北線の運行計画を、今まで走っていた南北線と、そしてさらに東西線点と行きで使っていない方の列車、こちらにもコピーしましょう。これでこちらを南北線もう一個配置する。これで今までこの南北線は3両編成でずっと走っていましたけど、これは今度5両編成で走っていく。この辺でいいか。ここら辺に配置して、よし。これだと貨物列車の方も変えないといけないんですが、まずひとまずこれで南北線うまく進んでいくか見ていきましょうか。さあ南北線がここで、うっとびっくりした。これで鉄道総延長 50km を達成しました。よし。さあそしたらこれで、こちらの2番目のホームにここで入ってくるようになって、そして今度はここで分岐を曲がって右側のホームに戻っていく。よし、これは OK ですね。で乗客数も1100何十人、乗っていて、そして今こちらまた1072人か、1072人乗っている。1072人、これ1360人、最大で乗るところの1072人乗ってるのか。すごいな、やっぱりこの南北線だいぶ人が乗るようになってきたぞ。
で、さっき今すれ違ったのがこちらか、この3両編成の南北線。こちら3両編成なので最大で816人乗る。こちらもうまく回ってますね。まあコピーしたんだからうまく回っていくのは当然ですが、ただこの昼間の時間、今午前10時この辺りだとさすがに満員にはならないか。でもまあかなりいい感じでこちら走っていってますね。よしよし、そしたらこんな感じで進めていきましょうか。さあ、これで貨物列車がここをまっすぐ行って一番左のところに入っていて、今向こうの貨物置き場いっぱいですけれども、ここで荷物を下ろして戻っていくという感じになる。よし、こんな感じで OK かな。そしたらあとはもうこちら、このターミナル駅、役所前のターミナル駅が完成するまで進めていきましょうか。おお、完成した。よし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 。さあ、これで新しい南北線の駅完成しました。こちらが北花野駅となっているけど、よし、市役所前駅、こちらは市役所前駅にしましょう。さあ、これでいろいろ変えていきましょうか。まず列車のダイヤを変えるのと、あとここのバスもこの役所周辺は役所周辺だけで走らせて、そしてこっちの、ケースタ前はケースタ前と遊園地前あたりで走らせていくという感じでちょっと分けていきますか。まずこの南北線の列車をこの軽トレイン球場前駅で進行方向まっすぐにする。これで、こちら市役所の方まで行って、こちらを、あ、そうか、これターミナル駅だと自動的に折り返すことになってるのか。ここで折り返すんで、こちらポイントを曲がって帰るときは左側通行、向かって右側の線路で戻ってくる。そしてこちらに、軽トレイン球場前駅は普通に来る。うん、これで OK かな。よし、こんな感じでいきましょうか。そしてこれを全部にコピーする。よし、さあ、こちら南北線の列車がこの球場前駅の方までやってきました。さあ、ここでまずはこの2番目のホームに入ってここで、乗客を乗り降りさせる。そして現在143人乗っている状態でこの踏切を渡って向こうの市役所前の方に行きます。さあ、こちらに初めてやってくるこの列車、さあ、ここの市役所前のところで、よし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 、人々を降ろして、そして449人乗ってますね、この時間。夕方6時、18時に449人乗っけて、そして、こちらの球場前の方に戻ってきます。816人、よしよしよし、いいぞ。さあ、こんな感じで、で、あとはバス、バス。一緒にやればよかったかもしれないけど。あ、そうか、バスはもうこれ全部一旦撤去してからやり直すか。今これ乗っている人たちどうなんだろう、撤収、一回撤収しないと、そもそも走る路線を丸ごと変えることになるので。よし、そしたらこれで、ここって今、停留所作れる、あー、でも停留所、これ、道路を、この道路じゃ作れないか。ちょっと待てよ。そしたらまず、あ、バスターミナルなんてある。飲食店などのテナントが入ったバス停。商業ビルとしての売り上げや費用が発生する。これにするか？こちらの、おお、このケースタパーク前。こちらにこれでいいのかな？この向きで。よし、そしたらここに、このバスターミナルを置く。決定。で、あ、バスターミナルも日数かかるのか。あ、地上道路2キロ以上建設。ちょっとこれやっておくか。花野町に2キロ以上建設で、これでこんな感じでこちらとつなげる。そしてこっちもこうつなげる。よし。これで今 50% か。あ、今ので1キロぐらい道路を敷いたことになる。うん、あとこっち側とこことここもつなげたいんですよね。ここら辺から。あ、こう山になってるのか。こんな感じにするか。
よし。これで軽トレイン球場前のあの球場側の方とこっちの反対側の方、ここを道路でつながるようにして、おっと、これで、助成金支給決定。よし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 、こちら役所側の方も道路をこんな感じで整えて、行政施策条件達成。そしたらこれで、今度こちらのこの停留所を、今この駅前の球場側の方にある停留所が一つあって、そしてこちらに新しくバスターミナルを作って、あとここに今まで作っていた停留所で、あと今度反対側の方にも、こちらに駅を一つ、停留所一つ作る。で、あとこっちの方のこの辺にも、ここら辺にも一個作って、よし、これでここをぐるぐる回るような、そんなバス停にしましょうか。そしたらこのバスのダイヤの設定をするには、こちらのバスターミナルの完成が必要なんですが、まあ、動画の時間もいい感じなので、今回はこの辺りで終わりにしましょうか。で、次回はこちらバスターミナルを作って、この軽トレイン球場前駅の周りをぐるぐる回るバス路線を作る。で、あとはこっちの役所側、ここはちょっと裏でやっておこうかな。裏でこちらの役所の周りを巡回するバスを作る。そんな感じでやっていきましょうか。で、それをやったらいよいよこちらのプラン株式公開、これが112日後できますので、それでまとまったお金が手に入ったら、ここからさらに北の方に路線を伸ばして、隣町、北の隣町と西の隣町まで線路を伸ばしていくという感じで、次回やっていきたいと思います。ん？ちょっと待って、大丈夫か？セーブ中で止まってるぞ。ちょっと待って。あれ？ずっと動かないんだけど。ですね。今、一旦ここでセーブして、そして、エンディング用に、こちらの列車が走っている場面を映して、それで、今回はここまでにしたいと思います。それでは、ってやろうと思ったんですが、セーブの画面から動きません。マジか。前どこでセーブしたっけな。ですね、これ一応機能で、毎月保存するという機能があるんですけど、これって全部上書き保存なんですよね、毎月保存やると。それが嫌で、自分毎月保存の設定はしてないので、手動でちょくちょくセーブは取っていたと思うんだけど、これの前いつ取ったっけな。あの路線の、新しい路線の設定とかの後セーブしたかしてないかちょっと不安だけど、まあちょっともうこうなったらしょうがないので、一つ前のセーブデータに戻って、同じように道路を敷いたり停留所を作ったりというところまでちょっと裏でやっておきたいと思います。てかこれセーブ中これどうすんだ、強制終了するしかないですかね。セーブ中で強制終了したらこれセーブデータが全部消えるとかそんなことないですよね。大丈夫かな。まあとりあえず今回はそしたらここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。セーブデータが無事ならお会いしましょう。それでは。これ強制終了するしかないですよね。終了する、もう一回やる。ああよかった、残ってる。これで、ターミナル駅が完成する前か。ターミナル駅完成する前で、当然運行計画も全部やり直すか。あとここら辺の道路も敷き直して、ここら辺にバスターミナル作って、そこら辺までちょっと裏でやり直しておきたいと思います。なのでちょっとさっきまでのデータともしかしたら微妙に違っている箇所が出てくるかもしれませんが、そこはどうかご了承くださいませ。それでは。